はい、それじゃあ、おまけ会ね、ブレイブ・ザ・ライオンの冥府級作明け、前回いなかったキャラね。はい、ギルボーリーダーだったら一発で作明けます。一応作明けがなんだかわけわかんない人のために向こうまで行こうか。今回はね、初回だけね。他のキャラでも、いろいろやってみるからね。今ちょうどまだ滞在コラボやってるのかな。まあまあ一番今のところ手に入れやすいキャラではあるよね。でここのタヌキをね倒すと10個、ホーリールーン手に入ります。でそのためにここにいるちっこい星タヌキを倒さないとダメなの。星タヌキングかな、小さい。で属性攻撃が必要になってくるからね。最近のキャラでね、高い属性攻撃があるのはディーネだったりとか。あ、でもディーネは今入れ替わってるから出ないのか。そんな感じになるんだけどね。でとりあえずホーリールーンが手に入りますということ、10個ね、集めるのが楽になりますってことね。じゃあ一旦止めて他のキャラもやりたいと思います。はい、じゃあ今度はチャグマミラね、やったことないんだけどいけるんじゃないかな。うん、いけそうだね。ちょっと足りないのかな、 SP が。なるほど、ああ、ちょっと、ちょっと、まあなんかこんな感じで適当に ASP 回収しながらねやればいけると思います、チャグマミラもね。じゃあ次のキャラ行こうか。じゃあ今度はカクテルね。カクテル S1 便利だもんね。あ、シャミラよりやっぱり随分簡単に飽きそうだね。3発、大体3発か、4発か。いいね、よし。じゃあ次のキャラ行こう。はい、そんじゃあ今度はぬいぐるみ騎士ね、リスリー。いけるのかな。あ、いけそうだね。で雷属性アップのなんか武器でもあれば、そんなんでも使ってね。これ当たるかな、 S に。あ、全然届かないね。うん、全然リスリーは開けれそうだね。そこら辺で適当に SP 回収してね。もう6割ぐらい減ってるもんね。てか S に無駄打ちしてなかったらもうほとんどいけてるよね。そんな感じ、リスリーはいけそう。じゃあ次のキャラ。はい、じゃあ次エクセリアね。エクセリア最近のキャラだからいいよね、使っても。あ、通常届くんだね。あ、もうこれはなんか余裕な感じしかしない。あー、めちゃくちゃ楽にいけそうだね。これ通常届くしさ、なんかこれでいいような気がする。最悪ね。まあ、S1 打たなくてもこれで SP 回収しながらね、こうやって S に出せばここに来るまでの SP 使っててもね
簡単にいけそうだね。最近のキャラじゃないとなんか多分これ意味ないよね、作る意味がね、動画にする意味ないよね、きっと。こんなわざわざ柵分けなんてする人はねえ、最近始めた人がほぼ 100% でしょ、というか間違いなく 100% でしょ。最近のキャラあんまり持ってないんだよね。つうわけでね、どうしようかな、他になんかキャラいそうだったら、ちょっと最近のキャラねいそうだったらやりたいけど、ひとまずはこれで終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。